ハウソンです。ここはサイクスっていう、まあ、こんな感じですね。最初見えないんですけど、このままじゃやられるぞ、このままじゃやられるぞっつって全然姿が見えないパターンなんですけど、入ると姿が見えます。おい、そこのあんた、助けてくれ、頼むよ、聞こえてるんだろう、助けてくれ。で、HP が表示されて、もちろん HP が、まあまあ HP なくなる前に敵を倒せみたいな感じなんですけど、まあ、助けるシーンですね。ここら辺か、ここら辺で瞬間移動で消されるっていう、ゾンビ関係ないやお前みたいな。とりあえずミッション失敗になってしまいます。お、死んだ。死んだ後もここで処理されちゃうのか。とりあえずあとはね、放置してれば勝てます。勝手に勝つので、あれはほら、で全滅させるとちょっとね歩き出すんですよ。こう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 で、しばらくするとムービーが入る。助かったよ。でセバスチャンが強制的にここに探索チームだな。なぜここにワープですね。まあだから実質ワープ装置だと思ってるんですけど。はまだ危険だ。俺の拠点で話そう。先に行け。来いよ。で歩き出したら走る。これで最後だろう。これで最後だっつったな。取った。探索チームだな。なぜここにいる。あ、待って待って、走れない走れない。なんかもうすげえだけど、なんだよ、強そうなんだけど。待って待って、え、呪いやん、こんなゲームの難易度上げただけじゃん。開くかな、サイクスのここの場所。開かないやん、やっぱりサイクスいないから。
セバスチャンが堂々と歩き出すだけなんですけど。やべえじゃん、完全に自分がものすごい強いと思い込んでる人じゃん、これ。待ってくれ。いつまでこれなの？まあ、攻撃できるから、なんだろう、こう、縛りプレイ、俺。縛りプレイやりたい人にはいいかもな。無理だよ、あれ。もう逃げられ、戦う、待って待って待って、あーちょっと走れない、くそ、この縛りゲー、完全に自分が強いと勘違いしてる人だよこれ。そうっつなら走ってくれよ。見つかってないか、でも。走れないっすね。歩きですわ。これでクリア目指すか。サイクスと一心同体みたいな。サイクスが乗ってんじゃねえの、セバスチャンに。あ、おおお、ユキコに話しかけたら。ところで、ユキコに話しかけたら戻っちまった。ユキコ、ユキコがサイクスを消したんだ。悪霊退散みたいな。そういう顔してるしな。霊能力者っぽい心理学者なんですけど、彼女は。見抜いてたのかもね。サイクスがいるって。ゲロって。わーって。走れるようになったぞ。無理か。サイクスのミッションは失敗判定ですね、ただ。ここも開かないか。開かないね。助かったよ。誰も来ないかと思ってた。探索チームだった。なぜここにいる？探し物をしてたんだ。何を探していた？ここはまだ危険だ。俺の拠点で話そう。先に行け。で、この時先に行けってするために歩くしかできなくなっちゃうんですよね。で、ここから走れるようになります。まあだからずっと歩きだったと思うんですけど、うん。でまあサイクスさんと中に入れる。入れよ、化け物は来ない、うん、さっきはありがとうよ。サイクスだ。セバスチャン・カステヤノスだ。カステヤノス、助かったよ。
誰も来ないかと思ってた。探索チームだな。なぜここに。汚ねえな。探し物をしてたんだ。何を探していた。ここはまだ危険だ。俺の拠点で話そう。先に行け。スティガチャ残るだけですね。スティガチャしてもその反映しないです。あれはスティガチャした効果は。噛んでたやつはどこに行ったんだろう。助かったよ。誰も来ないかと思ってた。探索チームだな。なぜここにいる。探し物をしてたんだ。何を探していた。ここはまだ危険だ。俺の拠点で話そう。先に行け。来いよ。助かったよ。誰も来ないかと思った。ああ探索チームだな。なぜここにいる。